兵団の粛清によって中枢にあたる人材を多く失った人類だったが、地下空間で発見された光る鉱石など得たものも多かった。そしてエレンの硬質化の能力はとある対巨人兵器を誕生させた。いいぞ、もっと首を突っ込め。今だ！おお、うなじに当たったぞ。今度こそは。ああ、やったぞ、12メートル級でやった。いいぞ、これなら兵士が戦わなくても巨人を倒していける。日中フル稼働で巨人伐採しまくりの地獄の証券人の誕生だ。やったな、エレン。エレン、おそらく巨人の力を酷使しすぎたんだろう。このところ硬質化の実験ばかりだったからな。すまない、エレン。謝らないでくださいよ、ハンジさん。俺が疲れたくらい何だって言うんですか。早く武器を揃えていきましょう。志願しなくに。